こんにちは、勝又博物館です。本日もこちらドーン仮面ライダーチョコワンボックス。ちなみに番号はまた違います、はい、今日はタイガーウッズの帽子をかぶって開けたら当たるんじゃないかなと思って開けたいと思いますゴルフの神様ですからね。今でも生きてますけども、生きてる現役でね、今すごい強いですけど、まだね。はーい、なんか取り出すのが下手くそになってる。あ、クーガ当たった。やった、全部揃った。これでやった、ほう、やった全部クーガ当たった。嬉しい、もういいわ、嬉しい。なんか正直ワンチャンやめれなくもない。もうクーガが当たった今もうやめてもいい気はしてきている。いやー、クーガ当たった、嬉しい、マジで。でもクーガはね、出づらいって聞きます。やっぱりこれアギとホーゼ、ウィザードめっちゃ多いな。さあ、あと10ボックス、10箱。はい、これシール、あ、やっぱクーガ出てきた。やっぱクーガボックスですね。これクーガもう2個目。ホーゼ2個。いやー、入ってたらすごいけどなー。これ今回ちなみにイトーヨーカドーで買ってきました。イケミヨーカドー、ゴースト、ビルド、アギト、偏ってますね、キャラは相変わらず。なのでもしかしたらシール入ってる箱にはいっぱい入ってるかもしれないね。ビルド、フォース、あと5個。はい、いや、はい、あークーがめっちゃ出るやん。出ると出るんだね。だから大当たりシールもいつの日か出るときは大量に出るかもしれない。もしかしたら。はい。チーン。あと2個。はい。チーン。あと1個。そうだ、皆さん、よし、あ、エグゼイド、ディケイド、初めて出た、このワンボックスで。なんだ、惜しいな。すげえ、今初めてエグゼイドとディケイド出てきた。ワンチャンありましたね、この箱。皆さん、あのチョコ食べてないっていう言ってる人いると思うんですけど、あれ全部入ってるとか、いやいや、もうそれ寄付しましたっていう話ですよ、本当にね。言いたい人たくさん言ってください。全然違うことなので、本当に。で、自分でも毎朝っていうか、食べたい時に10個ぐらい、1日10本ぐらい食べてて、もう基本的にない状態です、ね、友達も食べてくれるし、まあすごい美味しいからね、本当に。まあでもね、たまになんか湿気てんのがあるんだよね、なんか知んないけど。新しいののはずなのに、なんか湿気てんのたまにあるんだよね。はい、ということで今日はタイガーウッズでもダメでした。残念。また買います。また明日。